突然フランス人の教授が話しかけてきた。和みというかクスッとした話です。学生の時フランス語の授業を受けていたんだけど、ある日担当教授が私に話しかけてきた。ねえねえ、ヤゴ知ってる？この教授は日本語ペラペラなので、ヤゴってトンボのヤゴかと思いつつ、なんでヤゴのことをと不思議に思ったので、彼女に何度も確かめたが、ヤゴだっていうので、日本語と拙いフランス語で一生懸命ヤゴについて説明したんだけど、教授は微妙な顔してうんともすんとも言わない。しかもなんだか悲しい顔してるし、でやっぱり変だと思って掘り下げて聞いたら、野望のことだった。教授は日本の農村のことを研究してたらしく、小さいお嬢様学校で私が初めての農家出身の学生だと知って喜び勇んでやってきたらしい。実家は野望持ちだったので説明しました。あと近所の家の野望や由来もすっごく喜んでたので、役に立ってよかったという思い出でした。インドに桜ない。地元によく行くインド料理屋があるんだが、去年の春行った時の話。店員全員インド人だったが、接客担当の人のテンションがやたら高かった。俺が注文してカレーができるまでの間にすごい勢いで話しかけられた。お客さん、〇〇行きましたか？ん？最近は行ってないですが。お客さん行くといいよ、桜きれい、感動するよ。確かにその駅の近くにちっちゃい桜並木があった。あー、綺麗ですよね。インドに桜ない。日本に来て初めて見た。綺麗だからお客さん行きなさい。同じようなことを他の客が来るたびに言ってた。そろそろ桜の季節だからまた興奮してるんだろうな。地元民なのに教えられるだけってのも尺なんで、海軍道路でも教えてやろうかと思ってる。